しよくはない。この2種類の外湯として金の湯と銀の湯がございますので、歴史資料館であります最高の湯殿館とともに外湯巡りをどうぞお楽しみください。長い歴史を秘めた流水な雰囲気の中で、銀水の温泉にゆったりと身を浸す、まさに有馬ならではの情緒でございましょう。湯船から見上げる六甲の山は、春は拳やツツジが咲き実り、秋には全山紅葉して真っ赤に燃えるなど、四季それぞれに豊かな趣を見せてくれますし、また森に触れては瑞宝寺や温泉寺、温泉神社、鼓ヶ滝公園、それにマス養殖場などをご散策になるのも一興でございましょう。
ンドラは間もなく鈴ヶ滝公園の上を通過いたします。この公園は流れ落ちる水の音が鼓の音に聞こえたという伝説の滝を中心として、春は桜、夏は瀬音、秋は紅葉と四季を越えて古くから訪れる人々に親しまれてまいりました。皆様、空中散歩のご気分はいかがでございましたか。まもなく有馬温泉駅でございます。到着の際少々揺れることがございますので、足元にご注意願います。本日は6号アンドの運営をご利用いただきましてありがとうございました。またのお越しをお待ちしております。ありがとうございました。Thank you.